ラビちゃん、ラビ子、うん？ラビちゃん。サビちゃんです。サビちゃん、今日病院に連れてきました。どん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 ですね、体力がなくなって、しんどそうなんでちょっと連れてきました。しばらく前にですね、一回連れてきて多少は元気になったんですけども、もう高齢なんでなかなかですね、元気になるっていうようなことはないですね。まあ、ご飯も水も飲むんですけれども、やっぱりかなり状態としては良くないですね。大西動物病院ですね。サビちゃんのここが指定の病院です。サビちゃんです。サビちゃん、具合が悪くなってですね、昨日病院に連れてって点滴とですね、栄養剤打ってもらって、一晩経って多少良くなりました。具合が悪くなるっつってもですね、サビちゃんの場合はですね、ご飯も食べるし水も飲むしなんですけれども、体重がですね、どん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 少なくなってって、食べても飲んでも体重増えないで、むしろ減るばかり。体重が減ってですね、足腰のこの筋肉とか全部弱ってしまって、ほとんど歩くことも立ち上がることもできなくなっちゃいました。ね、びっくりしたね。体重が 1.5 キロ切ってました。 1.46 キロ、ね、7月の30日にですね、サビちゃん一回動物病院に連れて行ったんですけど、その時は 1.8 キロでした。その時もびっくりしたんですけども、今回ですね、そのさらに減ってですね、 1.46 キロしかなかったっていうことで、犬先生もですねびっくりされてましたね。ただまあ普通にご飯も食べてですね、水も飲んでたんで、まあどっか痛がるとかですねいうことはなくて、ただどん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 体が痩せていくということなんで、原因があまりよくわからないですね。先生が言うにはですね、痩せたんでこう目もですね、どんどん奥に行ってですね、奥目になってるっていうのかな、目やにとかですね、ずいぶん溜まるようになって、目薬ももらってきましたけど、ね、辛いね、サビちゃん。体重 1.5 キロってことは、人間で言ったらですね、もう大の大人が20キロぐらいしかないっていう、そういう感じだそうです。ね。今このリビングのですね、この窓に沿って寝てますけれども、辛いね、サビちゃんね。うん？お腹空いちゃったのかな。ご飯あげるとですね、よく食べますね。水も飲むし。それでもですね、どん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 こうなんていうのかな、体が痩せてって動けなくなっていくっていう状況は一体何なのかよくわからないですね。病院の先生もまあ年を取って老衰に近いのかもしれないですねみたいな話をされてましたけども、ね、
サルちゃんです。昨日動物病院で点滴打ってきて、ちょっと元気になりましたね。歩けるようになりましたから。体重は 1.5 もないんですけれども、それでもですね、歩いてます。あ、道路に出てきちゃいました。今日は薄曇りで日も差してなくて、外結構涼しいです。でもサビちゃんあれだな、顔見てるとやっぱりねえ、目が落ちくぼんじゃって痩せすぎて、サビちゃん、サビちゃん外出るの久しぶりだ。この道路まで来るなんて、なかなかここまで来れない。ああ倒れそうだ、サビちゃん倒れそうだ。もう手も足も筋肉ほとんどないですね。そっち行く？サビちゃんと朝顔です。何？